映画アバターウェイオブウォーター公開直前企画、前作アバター復習解説。どうも岡はじめです。本日はジェームズ・キャメロン監督による映画アバターウェイオブウォーターの公開に先駆けまして、前作アバターの概要あらすじを徹底解説させていただきます。ネタバレありでお話しさせていただきますので、あらかじめご了承ください。それでは早速やっていきましょう。2009年に公開された映画アバターは、それまで全世界歴代興行収入第1位だったジェームズ・キャメロン監督の過去作タイタニックの記録を上回り、第1位に輝きました。この記録は一度アベンジャーズエンドゲームに塗り替えられるものの、その後中国での再公開によって再び歴代1位となりました。また日本での興行収入も156億円を達成します。独自開発された 3D カメラで撮影された本作は、奥行きがあり臨場感をもたらす映像美が高く評価され、 3D に対する注目度が高まるきっかけとなりました。ハリウッド映画史的にも革命的な映画であるアバターは、ジェームズ・キャメロン監督が子供の頃に読んだ SF 小説や映画エメラルド・フォレスト、もののけ姫からインスピレーションを受け、自然と文明、帝国主義など様々な普遍的テーマを盛り込んだ作品です。それではざっくりとしたあらすじを解説させていただきます。時は2154年、地球の天然資源は枯渇していました。人類は地球のエネルギー問題を解決する希少鉱物アン・オブ・タニウムを求め、惑星パンドラに進出します。しかしパンドラにはナビという先住民族が住んでいました。このナビが青い縞模様の肌をした民族です。採掘作業を担当する資源開発会社 RDA は、何とかしてナビを説得し採掘作業を始めようとします。そこで RDA 社は地球人とナビの DNA を融合させた人造生命体アバターを開発。ナビと全く同じ見た目をしたこの人造生命体に人間の意識を接続して遠隔操作し、ナビとの接触を試みるアバター計画を実行します。しかし交渉はうまく進みませんでした。その頃パンドラに下半身不随の元海兵隊員ジェイク・サリーがやってきます。本作の主人公です。彼はアバター計画に参加するはずだった双子の兄トミーが強盗に襲われ急死したため、その代わりとしてパンドラに送られてきました。ジェイクは下半身不随の治療費を RDA 社に負担してもらうことを条件に参加することにしたのです。無事アバターと接続することに成功し、アバター計画の責任者であるグレイス博士の下で働くことになります。一方ジェイクは傭兵部隊のクオリッチ大佐からナビに関する重要な情報があれば内密に報告するよう命じられます。 RDA 社の責任者パーカーとクオリッチ大佐は、具体的な進展のないグレイスのアバター計画に苛立っていました。本作における典型的な悪役キャラクターが彼ら2人です。その後ジェイクはアバターの体で森林の森に調査員として入ります。そこで一人の女性ナビと出会うことになるのです。それがネイティリです。最初はジェイクに対して警戒していたネイティリでしたが、徐々に打ち解けていき、自身のコミュニティにジェイクを案内するのでした。そして2人は恋に落ちていきます。一方その頃 RDA 社は一向に進まない交渉に業を煮やし、ついに強硬手段に出ます。クオリッチ大佐指揮のもと、ナビたちが住む村に爆撃を開始したのです。さらにクオリッチ大佐はナビたちにとって非常に神聖な場所である魂の木への攻撃も考えていました。魂の木はナビたちにとっての神であるエイワの意志が宿る神聖な場所です。エイワは惑星全体に張り巡らされた植物による巨大ネットワークであり、パンドラに生息する全ての生物と意思疎通ができる存在です。よって RDA 社による魂の木への攻撃は惑星全体にとっての存亡の危機でした。ナビたちの生き方に心を打たれ、彼らを守りたいと思うジェイクは RDA 社を裏切って戦うことを決意。 RDA 社の部隊とナビたちによる全面戦争がここで始まります。多くの犠牲を払い徐々に追い詰められていたナビたちでしたが、最終的には見事反撃に成功し戦いに勝利。ジェイクも見事クオリッチ大佐を倒すことに成功します。そのことでパーカーを含む RDA 社の人間たちはパンドラからの撤退を余儀なくされます。またナビと共に戦ったジェイクやノーマ・スペルマン、マックス・パテル博士など一部の人間のみパンドラに残ることになりました。そしてジェイクはエイワの力で意識を永遠にアバターの肉体に移すことになります。物語はここで幕を下ろしました。続編アバターウェイオブウォーターでは、子供を授かったジェイクとネイティリが住む惑星パンドラに再び人類が接近してくるという物語になるそうです。果たしてどういった展開が待ち受けているのか、
映画は12月16日から公開予定です。本日は映画アバターウェイオブウォーター公開直前企画、前作アバター復習解説動画でございました。それではまたお会いしましょう。またねー。